今年のツインフィールズレディーストーナメント優勝は4年ぶりの優勝です。永田葵選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやいいガッツポーズ最後に出ましたね。そうですね、はい、嬉しかったです。昨日はゴルフが本当に楽しかったと聞かせてくれました。今日も楽しかったんじゃないですか。そうですね、朝3ホールぐらいはすごい緊張感があってドキドキしてたんですけど、途中から本当に楽しくなって、この3日間通して楽しくプレーできました。ちょっと10番ピンチが訪れたかなとね、 OB になったんじゃないかなんていうところもありましたけど、動揺はなかったですか。そうですね、動揺ちょっとしましたけど、まあ、ショット自体がすごく、前半もフェアウェイ外してなかったので、本当10番折り返しだけ曲がってしまったので、まあ、そんなに動揺せず助かっててよかったです。そんな運もあり、最終的には4打差をつけての優勝となりました。ステップアップツアー4勝目なんですよね。ありがとうございます。はい、2011年には、ね、勢いで2勝しました。そして2013年最終戦でね、また行くぞと3勝目を挙げました。そこからです、いろいろ苦しいことありましたね。はい、特に去年が、はい、どんなこと思い出しますか。そうですね、去年1年間レギュラーに参戦してたんですけど、本当1年間苦しくて、まあ、悩んでたんですけど、その苦しさがあって今本当にゴルフが楽しめているので、いい経験になったと思います。また今までとは優勝の味違いますね。はい、初めて逃げ切り優勝だったのでちょっと自信になりましたね。さあ、ここからはね、もしかしたらステップアップツアーこれから出られないかもしれないというところから、1年間の出場権を得ました。賞金女王も狙えます。新たな目標出てきましたね。そうですね、頑張ります。どんな目標か、ファンの皆さんね、応援してくださってる皆さんに一言教えてください。はい、優勝すると思ってなかったので、今後のその予定はあまり考えてないんですけど、本当出れる試合を一生懸命優勝狙って、やっていけば、それに結果がついてくればいいかなって思ってます。頑張ります。じゃあ今年2017年いい1年にしてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。